いらっしゃい。うん。次の日には下がってたから。それより、これ。ん？うん。この間、奏が作ってくれた曲に、歌詞をつけてみたの。推敲の途中なんだけど、いくつかしっくりこないところがあって。自分で歌ってみてもよくわからなかったから、なんとなく、ミクならって。うん。歌ってほしい。わかった。歌いにくそう。ううん。違う？違う気がする。そこ、少し言葉を変えて。よかった。ようやく表現できた。奏の曲を聴いて感じた、あの温かい気持ちを。ねえ、お母さん。寝るまで、そばにいて。おてて、ぎゅってしてて。出すとやっぱり少し胸が痛い。でも感じられる温かさも、この気持ちを忘れたくないと思ったことも。ミク、ありがとう。ありがとう。これで、もう忘れずにいられるかな。大丈夫。え？あ、ありがとう、ミク。